忘れないよ。いや、きっとお前は忘れる。いつから歌ってないっけ？どうやって歌ってたっけ？月末でけえライブやんだけど、お前に聞いてほしいんだけど。みんなのスピードに俺だけ追いついてない。音楽を拒んだように見えた。なんでだろう。違う、何かに迷っているんだ。音楽で引っ張るしかないだろ。待ってやってほしいんです。真冬に聞いてもらいたいんだよな。俺のやり方でやるしかない。ねえ忘れないでね、ねえ忘れないでね。ライブに行って音楽を聴いたら俺は決定的なことを絶対に考える。あいつに聴かせたくてあの曲を完成させたのに。真冬さ、本当は何が怖いの？あいつちゃんとライブ来るんだろうな。音楽を選んだら音楽に背いて生きていけなくなる。戻れなくなるのが怖い。